藤井聡太さんが棋聖に完全勝利してしまったことが話題です。将棋を題材にした作品竜王のお仕事を約8年も物語が続いている大人気作品であり、このライトノベルがすごいというファンや作家によって決まるランキングにおいてなんと2年連続で1位を獲得するなど、その人気っぷりは盤石なものになっている作品なんですよね。タイトルにある竜王というのは将棋界に存在する8つのタイトルの中の1つであり、この作品の主人公八一くんが最年少で竜王のタイトルを取るところからストーリーが始まります。しかしこちらの作品、もともと作者さんが当時の将棋界において絶対に破られないと言われていた2つの記録のうち1つを主人公に破らせようと考えて始めたことから、ネット上の将棋ガチ勢の方からはあまりにも将棋を舐めてる、主人公の設定がいかにもラノベって感じできついなおと言われてしまっていたみたいです。しかしその1年後、あの人物が将棋界に来てしまいました。はい、藤井聡太さんですね。もう皆様ご存知だと思いますが、デビューから無敗で29連勝を重ね、その後もすごい勢いでタイトルを獲得していくなど意味不明なことをやってのけたせいか、ネット上では若者の人間離れ、僕の考えた最強の棋士などと強すぎてミーム化していたり、普通一つ持っているだけでもすごいタイトルをありえない勢いで獲得していたことから、藤井聡太今何巻だっけ、どうせ覚えたとこですぐに何巻か増えるんよねなおと、タイトルを獲得することに対して完全に感覚が麻痺してしまっている方々が続出したりしていました。このように現実とは思えないほどのペースで全てが進んでいたことから、竜王のお仕事の作者白鳥先生はもう俺ラノベ書かなくていいんじゃないかなと、藤井聡太さんが現実離れしていることに心が折れたようなツイートをしていたのが話題になりましたね。そしてつい先日、藤井聡太七冠は最後のタイトルをかけた一戦に新勝し、前人未到の8冠を達成、つまりは全てのタイトルを獲得してしまったんですよね。これにはネット民からもそうはならんやろ、漫画のキャラを現実に出してくるななどと、もはや現実を疑う声まで上がっていました。また竜王のお仕事はこれまでラノベの帯に現実に負けるなという虚しい煽り文句を記載したり、作者さんもプログラムに現実に負けるなと書くなど、藤井聡太さんに負けずに頑張ろうという意思を示していたのですが、今回藤井聡太さんが8冠を達成されたことで、作者の白鳥先生は現実と張り合っても仕方ない、この8冠ウェーブに乗っていくと開き直ったみたいなツイートをされていました。ネット民からはとうとう負けを認めたか、普通は逆だろうなどと突っ込まれていましたね。なんですが、竜王のお仕事は過去にアニメ化もしていて、ニコニコなどで1話を無料で見れたりするのですが、現在1話を見に行ってみると、このように藤井聡太さんに関連するコメントが怒涛の勢いで流れてきます。リアルに負けたフィクション、現実より現実味がある作品などという矛盾しかない言葉が並んでいたり、先には事実は小説よりきなりとか、時代が追い抜いたなどというものがついていました。藤井聡太さんが結果を残すたびに、ネット上の皆様がこうして大量のコメントを投下しに来るので、今回もニコニコのランキングで上位に上がっていましたね。ちなみに当作品では主人公の元にロリッコの愛ちゃんという子は弟子として押しかけてくるのですが、ネット上では藤井聡太さんにはロリッコの弟子はいないから、この子がいるという点だけは竜王のお仕事が勝ってるよねという謎のフォローをする方が多く、ニコニコでは愛ちゃんが初登場したシーンでは藤井に勝った唯一の要素を最後の砦などと好き勝手なことを言われておりました。さて、このように現実に大敗北を喫してしまった竜王のお仕事を、今回藤井聡太八冠が爆誕したことで、現在の将棋界タイトル保持者が全て藤井聡太さんになってしまったということで、ネット上では最近の若者は全員似たような顔してるななどというすっとぼけたコメントがされていました。このようなタイトル全部藤井聡太さん関連の大喜利はネット上でなぜか流行してしまい、将棋のタイトル保持者は偶然にも全員愛知県出身、現在タイトルホルダーの平均年齢が21歳で競技人口が若いなどと、藤井聡太さんだけから統計を取った無意味すぎるデータを提示するネタもありました。改めてとんでもないことをしたんだと実感できますね。リアルがフィクションを超えるようになった現代、藤井聡太さんがラノベを蹂躙している現状に対して、フィクションなんだから主人公に好きなようにタイトル取らせればいいじゃんと思う方もいるかもしれませんが、作者さん曰く藤井聡太さんの快進撃をそのままラノベのストーリーにしたらストーリー性がなくなってしまうらしいので、割とマジで藤井聡太さんに勝つのは不可能なのかもしれません。最後に笑うのはどっちなのか我々も注目しましょう。本日のニュースでした。ご覧のスポンサーです。